はい、11時10分、上高地リベンジに来ました。今日のパーティーは、はい、おはよう、別で来たけど、別で来たけど合流しました。お三方お世話になります。お世話になります。こちらこそ頑張りましょう。はい、今日はとりあえず馬場平まで行きます。はい、ごとごと今日は観光です。ピクニックで行きましょう。はい、サブレイザーずっとケツやね。まあええか。ケツやめてってだから。じゃあ行きますよ。はい。はい、10時20分、かっぱ橋。晴れのかっぱ橋ですよ。よかったですね。あ、水きれいや、やっぱり。で、流れは早いけど、めっちゃきれいだね。穂高連峰見えてますが、ちょっと上の方はガスがかかっちゅうかな。雲がかかってます。まあ通過。はい、10時22分、すれ違ったおじさんに教えてもらいました。どうも明神までの道で崖崩れがあって通れないらしいです。急遽かっぱ橋渡ります。じゃあ迂回していきます。いいよ。なかなかしんどい。おっと、クマベル、どうぞ。クマベル、はい、ゆぐりも、はい、嬉しがり、行け。はい、11時43分、明神橋、あずさ川の明神橋、大回りしてきました。土砂崩れがあって、大回りすることになって、結構時間を取りました。明神でご飯食べようと迷ってます。はい、11時49分明神到着。明神着きましたよ。着きました。明神どうしますか。メニュー見て決めますか。そうやね、はい、そうしようぜ。じゃあちょっと待たないかみたいなんでスルーしていきましょうかね。はい、明神スルーします。人がいっぱいなんだよ。はい、12時19分クマベル、クマベル、クマベル、やっちゃいなよ、言う、うるさい、うるさい、クマ逃げるじゃんかや。クマ逃げんじゃん、それじゃあ。クマ逃がすね。クマ逃げるってやめろっても。やかましい。はい、12時48分徳沢到着。ご飯にしましょう。ご飯にしましょうよ。 OK、 ここです。ここで食べます。はい、1時36分徳沢でご飯食べて歩き出しました。どうですか、サブリーダー、どうですか。言葉も出ませんか。出んよ。この10キロ近くを、10キロ近くを担いでよ。あ、重さね。そうそうそう。こんにちは。なかなか本当にしんどいね。しんどい。初体験。初体験よ、こんな重たい荷物も持って歩くのも初めてやし。でしょうね。うん。この後、そのほら、
3時間ぐらい登っていくが、まあ緩やかにね今日は、うん、いやそれが恐ろしいね。ゆうこりんどうよ。しんどいね。しんどい、うん、さすがの山っ子ゆうこりん。さすがに荷物が重たいわやっぱり、うん、けど一番重たいがテラッチやきね。そうですよね。バルトロ65で決まってますが、うん、テラッチ重たいの。重たい重たいね、うん、でしょうね、うん、ちょっと重たね。まあでもね、まあ経験やきよ。そう、ね、初めてやき、いろんなもん持っちゅうと思うけど、うん、削れるもんとかよ、うん、あこれがあったらよかったなとかよ、すべ、うん、ては経験やき。そうやね、頑張ってよ、うん、まあまだあの何回も言うやけど、横からが登山道なんで、ここはただの、ここはただの観光地なんで、うん、じゃあ行きますよ。頑張って行きますよ。ねえ、はい、めっちゃ2時33分横着きましたよ。休憩しましょう一回。はい、2時53分ちょっと休憩したんで横を出発します。いいですか。頑張りましょう。もう残軸でもパッパと頑張ろう。はい、テント張ろうぜ。いいよ。はい、4時33分もうすぐ槍沢ロッジの看板です。どう見て元気出るやろ。お前魂抜けとるやねんけ。これちゃんと見てみよう。これ見てみよう。やっと来たよ。声出せ、声は。全然ダメやりゃ。ちょっとすごく疲れちゃう。分かっちゅうよ、うん、でももうすぐロッジの看板が見たら元気ね、うん、テラッチこういう時どんな気分。やっちゃってもこんな時はね、うん、3、2、1 T その心は。楽しく頑張ろう。お前、尻油注いだぞ今完全に。 G それ逆やけど、何どっち。 G どういった G やんかこれ。G ってどう。頑張るぜ。 OK 頑張ろう。あとちょっとです、頑張りましょう。イエーイ。もうちょっと言うただけやけど、頑張れ。もうちょっとだけね。はい、4時40分槍沢ロッジ到着。はい、お疲れした。お疲れ様です。テントの受付をしましょう。着いた。ここから槍ヶ岳までは 5.9 キロでスタート。後ろ見てみ。6キロだった。まあ明日頑張りましょう。はい、はい、4時59分槍沢ロッジでキャンプテント場か受付してテント場に向かってます。あと30分ぐらいかかるそうです。え25分から30分です。マジです。だから4時半までやったんで、もう現地の受付がもう閉まってるんで、ここで受付したということです。まああとちょっとです、頑張りましょう。日没までには全然間に合うんで。頑張ろう。サブリーダー声がない。頑張ろう。おい、あと30分。はい、頑張ろう。早寝ろ。美味しいビールが待ってるぜ。へいへい。はい、5時4分、やりみ、確かやりみちゅうところ、やりみちゅう岩か石か、これこれ。だからどうしたって感じやろ。ああ、なるほど。でもだからどうしたやろ。ねえ、え、これ登る人おる？知らん。ロック？ロック。クライミングできるからかね。ねえ、そこら辺詳しくないけど。おらんで。まあそういうところです。はーい。ゆうこりん。はーい。槍が見えるとこ来たよ。見て、槍見てかちゅうろ。こっち来てみ。こっち来てみ。ちょっと感動するかもしれんけど。右を見てみ。え？嘘やろこれ。バレた。バレた。こんなんじゃない。騙されんし。あ、そうか。一瞬ドキッとしたけど。まあ騙されんよね。騙されんよ。
はい、ありがとうございます。嘘つくなこいつ。こんなんするなこいつ。撮ってんのね。ごめんなさい。はい、5時33分小山平キャンプ場到着。もうすでにテントいっぱいですわ。張るところないです。はい、お疲れさん。お疲れ様です。いっぱいやね。いっぱいやね。さあどこにしましょうかって感じやね。そうやね。8時30分かな。ショート、今日は寝ます。おやすみなさい。はい、4時52分。朝です。ちょっと寝坊しました。ことごと用意したいと思います。はい、6時14分テントも撤収して最後のトイレを済まして行きましょうかね。おはようございます。今日も一日お願いします。お願いします。はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。はい、地味に2000メートル超えましたよ。そうみたいな。まあ、馬場平で多分2000メートル超えちゃうと思うんだけど、通りでめまいがしてきた。ほんま、うん、やっぱり2000超えだけやね。でもね、機能するべきながよ。昨日は疲労困憊でよ。めまいする暇がなかった。もうそんなとこじゃない。めまいする暇じゃなくて、仮病する暇がなかった。ないはい、ちなみに景色は最高ですよ、ね、こんな感じ、ね、最高賞。はい、8時7分分岐天候原と槍の分岐か。休憩。暑いね、ゆうこりん。暑いね。だらったらやだらったらやね。まあ、ちょっと雪受けしましょう。はい、9時13分、水沢どうぞ。水浴びしちゃってください。ゆうこりん、行っちゃえ。すごいね、おい。水もしたたるいい女でございます。すごいですよ。アップはやめて。素晴らしい。こんなに突っ込むやつおる。最高やね。最高。はい、サブもどうぞ。おどう。めっちゃ最高やね。冷たいの。冷たい。ねえ、これは最高やね。ミネラルたっぷり。女子やんか。女子やんか、ダメやねえな。野生のようなことやってるけどね。なかなかやっぱりよ、野生なことができんがよ。OK。はい、9時36分。万竜窟の手前。到着しました。いよいよ、右を見れば、槍ヶ岳。穂先見えました。快晴見えましたよ、穂先。ねえ、すごいね。ねえ、どうですか。楽しみや。楽しそう。すげえ。もうちょっとですよ。頑張ろう。手前のあの小屋が摂政かな。あそこから。はい、少し遅れてサブリーダーも到着。右の方見て、もうすぐ見えるんかな、そこら辺でも。槍ヶ岳。あそこに行きます。声は出ないみたいですが、頑張りましょう。指差しが全然できない。はい、もう一度槍。あそこです。はい、10時11分、万里靴。到着。はい、相変わらず、保存状態はよろしゅうございます。はい、皆さん初めてでしょ、見てください。すごい洞窟や。サブリーダーちょっと遅れてるんで後にしましょうか。ここで槍を一番最初に登った人は寝泊まりしたそうです。しのげるね、確かに。
しのげますね。そういうところです。そしてここから見る槍の景色はこんな感じ。最高ですね。あとちょっと、はい、サーブリーダー遅れてきました。万竜窟です。ここが万竜さんが、ここ八頭藩改ざんを成し遂げた時に使ってた洞窟らしいです。で5回の墓地らしいけど、4回目の登山の時はここで53日も寝泊まりしたと。念仏を唱えた、うん、そういうこと書いてますね、ここに、うん、すごいね。はい、もう保存状態がよろしいので、もう誰でも泊まれますよ、うん、泊まると思ったら。泊まる人おるんかな。おらんろ上に快適な小屋あるしよ、うん、電波があるきよ。さすがに今はここで泊まるとおらんと思うよ。はね、はい、まあそうやって真似事しようとおるかもしれんね。そういうことです。どの登りも嫌よ。変わらんよ。はい、12時56分槍ヶ岳山荘到着。ふう、はい、お疲れ様です。まあ確認しますか。はい、空いてるかどうか確認しましょう。はい、2時23分、そしたら槍ヶ岳に登っていきますよ。いいですか、サブリーダー。はい、ユーゴリンも、はい、ペラッチも大丈夫。はい、途中で写真撮ることはないでね。え、途中で写真撮る、なんぼでもできるよ。できる、うん、ぶら下げちょっとも大丈夫。全然大丈夫。まあけどその1回目の時に出しや、ザック下ろして、ザック下ろせる場所もいっぱいある。そうなの、大丈夫。はい、その槍ヶ岳はこんな感じです。今ちょっとガスが抜けてまたかかってきだしたかな。まあピークで晴れることを祈っていろりながら登りましょうかね。はい、行きましょうか。登山始めて半年ぐらいガスやけど関係ないわ、景色なんて。もう泣くなよ。バンダーさんでもする。バンダーさんでもするっていう。